はい、どうも、ジャヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーヴァンガード、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、今回紹介するのが、どうしてもね、先に紹介したいなっていう銃でして、はい、こちら、リボリビングショットガン。まあ、こちらは、アルファ版の、そのチャンピオンヒルにて、まあ、MP40 が初期武器の時に購入できるショットガンなんですけど、まあ、その名の通り、リボルバー×ショットガンっていうね、もうなんともロマン溢れる銃なんですよ。まあ、僕が考えた最強のロマン銃です、みたいなね、ちょっと頭の悪い感じがして、すごい心躍るんですが、最初ね、この実銃の存在ちょっと知らなくて、で、動画のコメントにて教わったんですよ。教えてくれたリスナーさん、ありがとうございます。で、実銃の名前が、ベッカリボリビングショットガンっていうのが元らしく、まあ、なんかね、ドイツの銃らしいんですよね。ただ、ほぼ表に出るような銃ではないので、まあ、かなりマイナーで、その日本で紹介してるサイトがほぼなかったり、あと登場ゲームも変なね、そのワールドウォー2のアプリゲームぐらいで、なんかその BF1 とかね、5とか、あとま、過去作の二次戦コールオブデューティーももちろん登場ゼロってことで、まあ、かなりマイナーなんですよね。ただま、コールオブデューティーって架空っぽい実銃大好きだから、まあ、ゴーストの頃にあったね、その同じコンセプトの MTS ってショットガンがあって、まあ、多分それコンセプトというかそのリスペクト的な感じで、まあ、今回ね、スレッジハンマーゲームズのこちらヴァンガードで追加されてるかなと思います。はい。まあ、非常にこう珍しい銃でね、ちょっとあんまり文献とか残ってないんですが、一応なんか間違いとしては、なんか12ゲージ弾使ってるんですけど、なんか実銃は16ゲージ弾らしいですね。っていう形でちょっと細かいところとか違うんで、まあまあ多分ベータ版とか製品版で変わるかもしれませんが、まあ、とりあえず今回12ゲージのね、リボリビングショットガンってことで、早速見ていきましょうか。これからもね、コールオブデューティーヴァンガードの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということで、早速、チャンピオンヒルね、こちらやっていきたいと思います。まあ、こちら MP40 なので、こういった形でね、まあ、リボリビングショットガンも、ラインナップで乗っていると。まあ、とりあえず1000ドルするんで、金貯めていきましょうか。初手からレベル1レベル、あざまる水さん。いきましょう。まあ、とりあえず、味方と一緒に行くのもいいんですが、いやー、ちょっとダメだ。MP40 さすがにきついか。けど、MP40 ね、リコイル制御できんことはないんですよね。ちょ、やっといてよ。やっぱね、リコイルがみんな難しいって言ってる方多いですね。やっぱその BOCW 上がりだと、リコイルがすっごい難しいんで、まあ、そこでね、ちょっとコメント欄とか、やっぱ海外とかもね、言われてるんですよ。めちゃくちゃね、リコイル制御むずくね、みたいな。そう。まあ、それもね、このゲーム FPS の面白さになってくるから、いるな。よいしょー。いや、まだいる、まだいる。これ一旦こっちこう回っていくじゃん。で、こう行って、は？待って、上か。え、どこ？よいしょ。これさ、これも多分アルファ版だから問題なんだけど、敵が透けて見えてるんよね。そう、だからこのゲームって壁貫通ゲーミングなんだけど、簡単にこう敵の位置が分かっちゃうから、あれで。まあ、そういったところ、視認性はいいっていうところではあるんだけど、そもそもバグだよなっていう。はははは。オッケー、ダブルキル、アザマルスイさん。で、金貯めておきましょう。まあ、っていう形でね、まだまだちょっとアルファ版なんで、皆さん多めに見てください。さあ、6対1。無事勝利。まあ、この段階ちょっとディボリミングショットガン変えるんですが、ちょっとまだまだ作業していきましょう。で、とりあえず、サイト付きの方が強いんで、強いって言ってめっちゃ語彙力やばいな。サイト付きの方が使いやすいね。サイト付きでいきましょう。あのね、マズルフラッシュがね、ちょっとでかいんですよね。BOCW と比べて。まあ、ちょっとリアルになったって言ったらそういう話ではあるんですけど、ま、さすがにそこまで線でええわってぐらいね、めちゃくちゃ派手になってるから、ちょっとね、それを抑えるためにしっかりとサイトつけてね、やっていこうかなと。まあ、逆にサイトをつけるメリットが出てきたよなっていう話にもなってくるから。やーんこー !STG 使ってる。いるいるいる。ちょ、当てといてよ。弾数残り13発で1体持っていくんです、このとこ。いいね、大体7キルとかしてる。うわ、それでも俺たちより上いんの。結構ね、味方もね、強い方だと思うんですけど、なかなか厳しいですね。しっかり金取って、多分センターのあそこのコインを取りに来るやつ、いるのではないかっていう。フラグで取りあえずそこにナイス味方、いいね。え、左やったってことは多分右なんよね。そうそうそう、絶対そこいるから。はい、決め打ち。決め打ちしたんだけど、あー、痛い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 勝てるんです、この男。ハンドガン切り替えて。あー待って、ごめん、本当にごめん、格上げる。いやー、マジでさ、あと、この画面が暗くなるやつね。これもね、海外でめちゃくちゃ文句言われてるから、大丈夫です。多分治ります。はい、そういった形でね、視認性の悪いとか、画面が暗いとかっていうのは、多分まあ治るから。うん、被弾した時さすがに暗すぎるよな。まあ、これがね、その、言ったら、その、リアルな戦場を表す、つって。はぁ？リアルもクソもねえじゃねえか、後ろにリスポンしやがってよ。そう、実際被弾したらね、そんななんかもう真っ暗だーみたいな、画面がま、なんも見えないみたいな。まあ、そういうの表してて、好きだっていうコメントもあったから、多分切り替えオンオフが出るかなって感じなんでね。皆さんそこら辺も楽しみにしてください。さあ、では、リボリビングショットガン購入していきましょう。こちら。いや、どうですか、皆さん。ごついね、やっぱり。まあ、これ多分シリンダーで合ってるよね。この言ったら回転するところ。まあ、撃ったらこういう形でリボルバーみたいな回転して、
で、リロードすると、はい、こういった形でカシャコン。で、回してカシャコン。まあ、言ったらストライカーと同じ方式ですよね。うん。こういう形でね、一個一個ちゃんとシリンダー回転させて使うと。で、ぶっちゃけ、レートは早いから、使えんことはないとは思うんですけど、このゲームモードにおいては、そこまでかなっていうのは正直印象を受けましたね。さあ、ではちょっと使っていきます。待って、いるな。来いよ。スッ！ナイス！いける！はい、その飛び出し打ちも勝てるんです。いける？ナイスナイス！チームイーブル全滅。で、STG、な、STG にしとこっか。適当なやつ拾っとこう。お、高卒近接、高卒ってなんだ？高卒近接機か。まあ、結構ね、これ物破壊するときに使ったりとかするからな。パークの重要性も上がってるかもしんないね。じゃあこれもちょっとディボリビングショットガンもアップグレードしていきましょう。1個アップグレード。サイト付き。めちゃくちゃサイト見やすいっすね。で、これとか建物っていうかこの物体破壊とかも早くできるのかな？どうなんだろうか。まあ、とりあえずここで、はい、1個アップグレード。クイック。エイム速度アップって感じなんかな？ちょっと変わった感じはしないっすね。もしかしたらなんかのパークなのかもしれない。そしてもう一個改造が、フルチョーク。これつけることによって、エイム時の弾の散らばりが抑えられてるって感じなのかな。まあ、これで多分格差距離伸びたから。よし、フルチョークまでとりあえずアンロックしてきました。で、大丈夫これ。次どこで当たる？一番下か。まあ、次も格差パターンだから、まあ、ちゃっちゃと取っちゃいましょうか。ふっ、投げも投げて。STG、あーなんかスナイパーいる。ちょっと弾当てといて、これで、詰める、うーわい。ショットガンじゃ微妙なんだよな。詰めるまでが大変すぎる。なんかデスでかましちゃうから、まあ、ハーポとかドミとかだったらあれかもしんないけど、いるね。そこです。それ負けんの？いや、これ MP40 のが射程距離長いの聞いてへんぞ。多分中いるっしょ。いるいるいる。オーケー、ナイスチキル。まあ、これはまあまあ、敵が普通に、あれだったっていう。あと一体、あ、いたいたいた、ほら、これ結構やばくない？オールハックじゃん。ナイスワンショットワンキル。アザマル、スイさん。で、STG もレベルアップ。これどうなんだろうね。これは、やっぱ修正っていうか、まあ、さすがアルファ版だなっていう感じの雑な作りだと思いますが。まあまあ、みんな多めに見てやってくれ。さあ、では購入ラウンド。とりあえず、このままじゃちょっとやばいから、サポートで、追加ライフ買っていきましょう。もう一個買っといてもいいか。で、ここでですよ、皆さん。改造。はい、一段階。何に改造されたこれ。ちょっと追加ライフの文字ええねん。あ、MK6 パラベラム。てか、パラベラムってこれ、あれ弾の名前じゃなかったっけ。まあいいや、次アップグレード。はい。フランジブルダン。フランジブルダン、MW の頃にあった、当たった時に、なんかダメージうんぬんかんのやつですね。はい、レートも早い。さあ、ではちょっと待ってね。もう一個アップグレードしていきましょう。こちら。レーザーグリップ。まあ手で握るところの、ところがなんかラバー加工されてんのかな。さあ、STG しっかりと当てていく。はぁ！時計そっち早くね。あ、あれ、あれか。アーマーか。僕の方が全然当てていたんですけど、敵さんはね、お金を使ってアーマーを買ってました。けど僕はロマンに生きるんで、ショットガンのレベル上げに金を使います。待ってね。力振らきことこう。で、2体目いたから、こういって、ちょ、やった時、オッケー。で、いるね、2人目。ここで角マッチ。いるいるいる。フェイチ！オーケー！気持ちいい。それはまあ強えよなっていう。強えっていうか、その至近距離でこれで勝てんかったらやばかったよなっていう。スライハンドか、リロード速度速くなるんだね。次がアップグレード？ファルシェイム、イエガ、なんちゃらなんちゃらっていう。よくわかんないですね。で、真下から見れるから、しっかりと見ていきたいんですけど。おーい、ちょっと味方そこでライフ減らすな。おいよ。やって、多分こっちから来るから、これもしっかりと対応。素晴らしい。STG が強いです。で、もう一個改造。オッケー！ 16 ゲ、あ、これで16ゲージになるんだ。なるほど、なるほど。けど12ゲージのまんまだよ、表示。あー、けどちゃんと実銃らしさやってますね。はい、ワンショットワンキルで、ラスト綺麗に勝利と、もう絵に描いたような勝利。はい、ということでね、18キルいきました。イエーイ。これ、あれだね、ストックもだいぶ見た目変わってますよね。まあ、これがいわゆる最終段階というやつなんでしょうか。いや、もうちょっと使いこなしたいね、これ。さあ、では早速購入していきましょう。ディボリビングショットガン。一応ね、今こういった形で、一回だけライフ落として、それ以外はね、全部買って、お金も貯めている状況となっております。とりあえずね、ちょっと初期の状態で使おっかな。やっぱりサイトありもいいんだけど、やっぱり、このね、そのシリンダーとこのアイアンサイトですよ。アイアンサイトって言っていいかわかんないけど、この感じで、この、眺める感じ。非常に僕は好きなので、それちょっとサイトなしでやっていこうか。いや、早くガンスミスで使いてえな、これ。通常リロードがこういった形。カシャ、ほう、くるっ。これはちゃんと回すためのね、このくぼみあるのいいっすね。お、フルでリロードする。おー、これよく見たなんか弾ちょっとなんか変な、これが昔のショットガンのシェルなんかな。いやちょっとわからんけど、なんか弾の色っていうかおかしいよね。昔はこういう感じだったんかな。よし、あとダブルタイム買ってきました。これで一気に距離が詰められる。はず。いくぞーん。まあ、これで追加ライフは取っといて。いるか？おーい、打ち合いしようぜ。俺ショットガンやけどな。最悪で祈ってんのか。オッケーオッケー、了解。
左返しはいない。いた。あー、2発キルでフラグなんか握ってる。やめて。リロキャンセル撃つ。おい、ワンショットワンキル。まあ、普通にこのディボリビングショットガン、リロード遅いからその代わり火力が高いっていうね。まあ、メリットはちゃんとありそうっすね。まあ、とりあえず、まあ、無事勝利と。さ、このスバちゃんと戦っていきましょうか。加減はしねえぜ。で、投げ物を投げて、追加ライフルをとりあえず取っときたい。敵のレベル高い人が追加ライフの位置を知ってるかなと思ったけど、意外と詰めてきてないですね。全員右？あー、なるほど。そういう感じね。ハクハク。試そっか、君に。おい、このスバ！あー、マーリオはやっぱワンパン無理か。リロード。リロード、そう、マジで。よいしょと、ガチャガチャっていう。マジ、リロード、ロマンだから。うるさい！遅いとか言うな。遅いから弱いとか絶対言わせんからな。その代わり強いっていうことを見せてやるよ、俺が。味方抜かれちゃってるんだよな。ナイス、ナイス、ナイス。これで勝利確実。と思ったら引き分けやった。味方が2落ちしたんか。購入、ソロ墓地するか。フル改造いきます。てっ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 て。うわ、気持ちいい！はい。フルチョーク。いいね。ちゃんとこれ、後からでも表示されるのいいね。MK6 パラベラム、フランジブルダン、レーザーグリップ。で、スライハンド。リロード早くなったと。パルシェム・イエガー・ライヒト。イエガーってドイツ語だっけ？わ、音うるさ。え、なんか変わってる。弾ちょっと進化してるね、やっぱり。いや、早く今作のガンスミスで性能見たいわ。ガンスミスあらへんのに、この、なんかアタッチメントを渡されてもさ、わからへんよね。いたいたいた。多分そっちから来るよね。オッケーオッケー。はい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 。追加ライフで。お疲れ様。いや、やっぱアーマーありだったらね、やっぱショットガンの純度性能わかんねえな。強いか弱いかっていうのが。もう一回アップグレードしていまーす。16ゲージ、7ラウンドシリンダー。うわー、一発当てといた。アーマー割った。ナイス味方カバー。さあ、ライフ的残り2ですね。いた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 。おい、アーマーなしだったら結構いけるな。さあ、これ多分ディーサラ持っていきますね。いや、これ見て、大砲。いや、これ見て、ほら、7発ですよ。シリンダーごっつ。まあ、それは確かになんかあの BOCW のリボルバーあったじゃん。あれとかわけわからんかったよね。シリンダーの大きさほぼ変わってないのに、弾数めっちゃ増えてるみたいなね。ははは。一旦リロード。リロードしといてと。3発。で、これぐらいあったらいいかな。ワンショットワンキル。多分これ火力上がってるよね。てか、あの、めっちゃブレがでかくなってる。ちょっと見てほしい。いくよ。ほら！いや、これけど面白いな。これが角曲がるマックスなんかな。いや、けどマジでやばい。めちゃくちゃでかくない？あ、ここ明るいわ。サムネ用。やっば！でかすぎ、ワロタ。マジででかいな。うわ！車の爆破すげえ！リアリティー。まあ、リロードはスライハンドついててもめっちゃ遅いっす。あ、もう一個アップグレードできる。うわ、なにこれ。ちょ、ボーナスラウンド来たけど。うわ、なんかショートバレルになったって感じよね。ショートバレルに、あの、軽量化されたストックに、みたいな、ワイヤーみたいなストックに。え、やっばこれ。ちょ、こんなん同棲っていうね。やばすぎうち。見てな、みんな。行くで。待って、反動やばすぎ、これ。ショットガンさ、大体リコイル制御できへんとかないやん。これやばくない？だってさ、ここに、この旗が敵だとします。ほら！ちょ、こっちに行ってる。右斜め上に行ってるもん。やばすぎうち。うわぁ、銃声もすげえなー。さあ、ラストはね、このスバとクラさんと戦っていきましょう。まあ、こんだけ点差あるから、もうショットガン縛りでいきますよ。MP40 なんて邪道な武器は使いません。フルカスタマイズされた、この、リボリビングショットガンで、やります。まあ、これ撃った後のほら、照英見てほら。やばくない？銃口からずっと出てるんやけど。ほら、うわ、すげえ！このこだわりすげえなー、マジで。いや、テンションしか上がらへんわ、こんなん。さあ、行きましょう。もう、ショットガン縛りでいきますよ。で、多分敵的には、これ多分取りに来たいんですよ。絶対。なので、私が早めに取っちゃいましょう。やったね。ざまあ見ろ。で、右ロングいる。から、こう隠れて、行ったふりして、このスバ！ちょ、反動でかすぎ！よし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 。一旦リロード。リロードしたい、リロードしたい、リロードしたいけど、体力じゃない。あ、けど体力回復。じゃない、リロードできてる。オッケーオッケー。手前に投げ物投げて、しっかりと押さえつつ、反応ないこと確認したら、こう行く。右おるっしょ。おらへん。めっちゃおるー。一バレしたけど、大丈夫、ヘッドショット入るんだ、それで。反動でかすぎてリコイル制御できへんだけど、俺初めては、ショットガンでリコイル制御できへんとか。いるいるいる。くれ！よーし、これ壁ごと破壊。これが本当のショットガンの使い方。で、ラスト一人か。やばいやばいやばい。壁貫通されるな、これ。なので、投げ物しっかりと投げて、で、このタイミングに行く。おい、見えてんぞ、お前。ナイス勝利！ちょっとラストね、取りたかったんですけど、まあまあ、この武器の性能がね、しっかりと分かったんでよかったと思います。まあちょっとね、アーマーありは分かんないんですが、ただね、その火力とかがね、めちゃくちゃでかすぎて、なんだろう、多
分強いんじゃない？けどその分やっぱ反動制御もでかいから、まあ、ちょっと初めてね、そのショットガンにおいてガンスミスで反動制御を抑えるっていう工程が必要になってくるんじゃないかなと思います。大体今ショットガンってさ、ストックなしで、で最長バレルして、まあ、あのマロダサップとかつけて射程距離上げてとかチョークつけてみたいな感じだったじゃないですか。ただまあ今回はあの反動がねめちゃくちゃ大きくなってるんで、まあその分多分火力もあると思うんですが、まあめちゃくちゃねそのガンスミスとかが今の状態ではすごい神とか言えないんですけど、まあ早く見たいの一言につきますね。はい、ということで今回ねコールオブデューティーヴァンガードのディボリビングショットガン使わせていただきました。まあもしね、まあ皆さんこれ見ていただいて、まあこういうところがかっこいいとかね、もしあればぜひぜひコメント書いてください。それではご視聴ありがとうございました。